ルイ・アントワーヌ・ホブレド・ブーリエンヌルイ・アントワーヌ・ホブレド・ブーリエンヌはフランスの外交官、ナポレオン・ボナパルトの個人秘書を務めた。ブーリエンヌはサンスの生まれでシャンパーニュ地方にあったブーリエンヌ幼年学校でナポレオン・ボナパルトと一緒に教育を受けた。ナポレオンはその孤独癖から周囲に溶け込まなかったが、ブーリエンヌとは仲が良かったとされる。しかし、 ブーリーエンヌのカイコロックで語られる二人の非常に親密な友情物語には疑いが持たれている。ブーリーエンヌは1787年に幼年学校を卒業したが、軍人の道は歩まず、ウィーンで法律と外交を学び、フランス革命の勃発とその第一段階の時期にはライプツヒにいた。1792年の春にフランスに帰国し、パリでナポレオンと再会を果たした。 二人は共に当てのない生活を送っていたが、革命の騒乱の中、6月20日のチュイルリー宮殿、襲撃や8月10日に同じ場所で起きたスイス衛兵の虐殺を目撃することとなった。ブーリーエンヌはシュトットガルトで外交官の事例を受けたが、すぐに亡命貴族のリストに乗ることとなり、1797年11月までそこから取り除かれなかった。 しかしバンデミエールの反乱の後にはパリに帰還し国内軍の副官からイタリア方面軍司令官に昇進したばかりのナポレオンに再会した。ブーリエンヌはイタリア遠征には同行しなかったがオーストリアに勝って長い交渉に入っていたナポレオンに呼ばれその法律と外交の知識を活かしてカンポフォルミオ条約の起草に携わった。翌年のエジプト遠征には ナポレオンの個人秘書として同行し、自身の解雇録の中に生き生きとした探検機を残している。ナポレオンのフレジュスへの帰国の航海に同行して、1799年のブリュメールのクーデターの計画に加わった。その後その能力を買われて第一姿勢の側近として残ったが、1802年、不正な金融取引に関わって、ナポレオンの不況を被ることとなった。 1805年春、ブーリエンヌはフランスの施設としてハンブルク自由市に赴いた。任務はその地で大陸風されへとして知られるイギリスとの経済戦を遂行することであったが、彼はその先制的な処置を嫌っていただけでなく、彼に賄賂を送った商人らに味方して密かに政策を緩めたことが知られている。1807年の春の初め、東プロイセンにいた軍のために、 大量の軍用街頭を調達するようナポレオンに命じられた時、彼が取り得た唯一の手段はそれをイギリスに注文することであった。ブーリエンヌはハンブルクで大きな財産を築いたが、1810年の終わりには失脚してフランスに召喚された。1814年に皇帝ナポレオンが退位するとブーリエンヌは大勢復興を受け入れ。 1815年のナポレオンの100日天下の間もルイ18世のヘント亡命に同行した。その後は特に目立った活動をすることなく、1834年2月7日、2年の精神疾患の後にカーンで死去した。ブリエンヌの名声はその業績やトルに足りない、自身の創作にではなく、CM ドビレマールによって編纂された。その回顧録によっている。 同書は何度も再版され、また多くの言語に翻訳されて、日本でも、なお実伝の署名で刊行された。ありがとうございます。